ミカトイミワルタリは、フィンランドの作家、歴史小説、エジプト人でよく知られている。ヘルシンキに生まれ、5歳でルター派の宣教師であった、父親と種別する。子供時代に、フィンランド内戦の目撃者となった。後に、母親の希望により、ヘルシンキ大学進学部に進むが、間もなく、進学を捨て哲学、美学、 文学を専攻して、同学を1929年に卒業。学生時代から詩や物語を執筆しては、様々な雑誌に投稿しており、最初の小説は1925年に刊行された。1927年、パリに赴くと、長編小説第1号数理イルセオーネを執筆した。これは、ボヘミアンの生活を描いたもので、いわばアメリカの作家群。 失われた世代の作品のフィンランド版である。しばらくの間、自由主義の文学運動ツールエンカンターニャットに加わり、やがて政治的社会的な見方はかなり受け入れていく。1931年に結婚すると一人娘のサトを授かる。サトは長じて小説の道に進んでいる。1930年代と40年代を通して、ワルタリはジャーナリストを評家として、 何かに取り憑かれたかのように働き、新聞や雑誌に執筆する傍ら、取材のためヨーロッパ中へ足を運んだ。この時期には文学にとらわれず、いとも経験とジャンルの枠をまたいで、数多くの作品を上司した。ハードな仕事ぶりから不眠症とうつ病に苦しみ、アルコール依存が進むと、しばしば入院過量が必要なほどこじらせている。ワルタリは、 自らの作品の質を批評家に実証してみせるという意図もあって文学の公募賞にも積極的に筆名で投稿ししばしば入賞してみせた。もっぱら歴史小説で知られる作家だが実は推理小説も書き一連の公募展投稿作の一つで手応えを得ると1940年にヘルシンキ警察のパルム警部という人物が誕生。ワルタリの作品で 人気キャラクターの一人となる。いささかブっキラボうで、不愛想な人物を主人公に据えると三作に登場させ、映画化もされている。人気カートゥーン、キエク JA カイクの原作を書き、作家がデパータロコラパトロのファンで、脚本作家を目指す若者たちに向けてガイドブックを表した。冬戦争と継続戦争の間はフィンランド政府情報本部で働き、 その文学的な才能を政治キャンペーンにも役立てた。1945年初の長編小説エジプト人を出版。これは現在も読み継がれるフィンランドのベストセラーである。人道主義的な価値観が唯物論に堕落していくというテーマはまさに第二次世界大戦の余韻を漂わせ、本作は間もなく世界的なベストセラーとなり、1954年には ハリウッド映画の原作にもなった。ワルタリは、その後様々な古代文明に取材した、長編歴史小説を7本執筆した。中でもビサンチン帝国を舞台にした作品が、おそらく最も成功した作品と言われている。あるいは、ローマ帝国を主題にした2作では、キリスト教の信仰に対するワルタリのペシミズムが、色濃く反映されている。戦後、 さらに数多くの小説を執筆し、そのうちには推理小説も含まれる。ワルタリはフィンランドの最も執筆量の多い作家の一人であった。長編小説29作と中編小説15作、短編集及び妖精物語を合計6冊上司し、戯曲26本を書いたほか、映画とラジオドラマの脚本、ノンフィクション、翻訳、 そして書評やコラム数百本を残している。フィンランド人作家で最も国際的に著名で30カ国語に翻訳された。残された大量の未発表原稿は様々な筆名を使い分け、現在もミカワルタリ協会によって整理と出版が続いている。ワルタリ自身の脚本もしくは小説他に取材し、映画十三本が制作された。歴史映画 アナーテン、オーリンガスタ・シンチニーと、同、パラセルサス・ベゾリッサが人気作の双壁をなす。原作の小説は、続く人物伝の前段とみなす声もある。校舎の映画は、公開時に、イギリスで、マイケル・ザ・フィン、アメリカで、ザ・アドベン・チャラーと、現地題名をつけている。歴史物だけではなく、喜劇にも、進化を発揮し、原作、カルクリーン・バルシーは、舞台にも映画にもなり、 演劇でも映画でも監修から好評を博した。ワルタリ夫妻ミカとマルジャッタ、ドルフ・ネバンディンナと妻、シニッカワルタリには1952年フィンランディア勲章が授与される。またその功績を称えてフィンランド作家協会は毎年恒例の検証事業を続け若手作家を対象にワルタリ賞を専攻してきた。ヘルシンキのワルタリ記念像は ヘルシンキ市南部カンピンピマルミチ区エツティリットルにあり、ワルタリの旧宅に近い。また、彫刻、王の思惑ベイコハービ町の創作の源は、ワルタリの書いた、タームズクオーラマトモンの一節から得たという。アイミセッサイットセッサンオーバットピシミット、モットーッと、ヘルシンキ市立美術館、公共の彫刻これまでに、公共の場に置く彫刻について激しい論議が交わされ、 ナコーイスパテスの方が良かったという人も多い。ワルタリは、ヘルシンキ中心部に抱く、自身の記憶が残っているうちに、公共の小便器を立てたいと述べた。作家の記憶を受け継ぐミカワルタリ協会は、とりわけ年間、イルセオーネの出版事業を担ってきた。ワルタリ生誕99周年を記念して、ヘルシンキの図書館 T リットル N カーヤストは2007年9月19日、4回の 多目的空間をミカワルタリホールとして解説した。生誕100周年にあたる2008年、新聞やラジオ、テレビで多くの機会に記念の記事や番組を公開した。フィンランド貨幣局は記念コインの銀貨を発行、額面は10ユーロであった。当時もフィンランド人が最も愛読する書籍にはエジプト人死ぬへが選ばれている。 パヌロヤラの表した伝記は2008年秋に、ビゾイから、850ページのタイブ、ウニオミスティカ、ミカウォールタリー・イラマ・ジェイエート・キソティカとして発行され、マルケタ・ヒジコロバの英訳版、ミカ・ワルタリー・ザ・ィンも上司された、アクアンカはワルタリーに捧げた11ページの漫画雑誌で、ワルタリー自身と、時代遅れの記憶と、回駆が登場する。ミカ・ワルタリの名前を冠した格好は、 2014年に、ウーシマー,県ポーネーニ人のラコスキー村に設立された。発表年順。小説丸括弧内は現代を示す。発行年順、以下同じ。短編小説本文の転居ではない資料。発行年順。応募アカデミー大学大学院博士号論文。2008年。 奥力4億9684万8837。ISBN 9兆7895億1765万4296。95億1765万4294。ラシシデン、コミサリオパームンリハズ、イキシタイサルー、ケサラカロゴ。英語とスウェーデン語の要約ありがとうございます。